シルク・ドゥ・ソレイユ。1984年、わずか20名のストリートパフォーマーからスタート。シルク・ドゥ・ソレイユとは、フランス語で太陽のサーカスを意味する言葉。既存のサーカスとの違い、それは動物を一切使わない。限界を超えた身体パフォーマンス、一貫した世界観、心を揺さぶる芸術性。100都市を超える国々で7000万人以上の観客を動員、数々の賞に輝く。世界中から集められたアーティストの経歴は、オリンピックメダリスト、トップダンサーなど多彩。これまでのサーカスの概念をはるかに超えた全く新しいエンターテインメント分野、サーカスヌーボーを切り開く小集団、シルク・ドゥ・ソレイユ。躍動する生命の芸術。